皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は JR 南武線の鹿島田駅に来ています。今日は川崎駅方面へ向かいます。早速電車に乗りましょう。車内は比較的空いていました。合流してきた線路は、先ほどの新川崎方面から分岐してきた知手貨物線です。この先は南武支線で浜川崎方面へ向かいます。南武線の回でもお話しした通り、開業時、私鉄の頃の南武鉄道の本線は、まっすぐ浜川崎、扇町方面に進んでいました。電車は川崎駅に到着です。川崎駅の西口には2000年頃まで東芝の川崎事業所があり、かつては専用線が伸びていました。また明治製菓や川崎駅から扇町方面の短絡線など、かつては貨物重視の廃線でした。
電車が E233 系に変更されたことで快適性が向上しました。ただし6両編成なので混雑は本数でカバーすることしかできません。なので立川まで行かない電車も多くあります。東芝の川崎事業所があった場所は再開発されてラゾーナ川崎へ。三井不動産の持つショッピングセンターの中では上位の売り上げとのことです。川崎駅直結でとてもにぎわってますね。こちら川崎とお隣の横浜では少しの距離で街の雰囲気が変わります。次回はさらに川崎の街を楽しんでみることにします。そしてあの赤い電車の発祥の地へ。ご視聴いただきありがとうございました。